はい、ダイエット整体師藤田です。今日もゆるくダイエットしてますか？今回は腸を揉むだけで勝手に痩せる方法を紹介します。それでは早速やっていきましょう。まず始める前に知ってほしいことがあります。なぜ腸内環境が悪くなるといけないのか、この理由は3つあります。1つ目、腰痛の原因になること。2つ目、姿勢が悪化していくこと。3つ目、中性脂肪がたまる原因になること。この3つがいけない理由になってくるんです。例えば1つ目、腰痛の原因になること。これはセロトニンというホルモンが関係しています。このセロトニンっていうのは僕たちが幸せを感じるホルモンで、痛みを止めてくれるっていう役割があるんです。腸の中から約9割ほど出るっていうふうに言われているんですね。確かにお腹いっぱいご飯食べると幸せだなって感じることできますよね。なのでこの腸内環境が悪くなってしまうと、セロトニンが出にくくなって痛みを感じやすくなるっていうことなんですね。2つ目、姿勢が悪化していくこと。これは腹膜が関係しています。腹膜は内臓や体幹の筋肉などに関係してきます。この腹膜は魚肉ソーセージのオレンジの膜のように内臓をパッキングしているっていうことなんですね。なので腸内環境が悪化していくと、この腹膜が下にボコッと緩んでしまって便が溜まりやすくなったり出にくくなるっていうことなんですね。これが下腹ポッコリしてしまう原因になったりとか、またその姿勢がこの脊柱っていうのを狭くしてしまって脊柱管狭窄症の原因になるっていうことなんです。続いて3つ目、中性脂肪がたまる原因になること。これは腸内細菌が関係しています。腸内がいい菌でいっぱいだと脂肪が減っていくんですね。逆に腸内が悪い菌でいっぱいだと脂肪がたまっていくんです。これは肥満のネズミさんの腸内細菌を普通のネズミさんに打った時に、この普通のネズミさんの中性脂肪が増えてしまったっていう研究があるぐらいなんですね。なのでこの腸内細菌が良くないものでいっぱいだと、それだけで太ってしまう原因になるんです。なのでこの動画の中では腸内環境を良くするマッサージとエクササイズ、30秒を4つで計2分でできる方法を紹介していきます。それでは早速一緒にやっていきましょう。まずやる前に検査をしてみてください。まず姿勢のチェックをお願いします。鏡とかスマホで見てですね、今の姿勢がどうなのか、前から見て姿勢が歪んでないかどうか、横から見て下腹がポッコリしてないかどうか、これを鏡で確認してみてください。続いて2つ目のチェックは、便が最近出てるかどうか、どれぐらい出たのかなとかですね、朝は出たのか、最近出てないのであればどれぐらいの期間出てないのか、またマッサージした次の日に出るかどうかも確認しておいてください。続いて3つ目はお腹の冷えです。お腹が冷えてないかどうか確認してみてください。この時には手のひらで触るよりも、僕たちの温度角っていうのはこの手の甲の方が感じやすいので、この手の甲で触ってみて温度が冷たいのかどうかっていうのを確認してみてください。それでは確認し終わった後に実際の4つの方法をやっていきましょう。まずこの腸内環境を良くするのに大切なのは大腸になります。この大きな腸が最後便が溜まっていって出るところになります。この大腸はたくさんの部位に分かれています。右側から上行結腸、横側の横行結腸、下に下がる下行結腸、最後の S 状結腸で便が最後に出る直腸、この流れがあります。なのでこの流れっていうのをそのままマッサージをしていきます。ただ一番便が詰まっているのが多いのが直腸 S 状結腸なので、ここから逆回りにマッサージをしていきます。まず直腸と S 状結腸からいきましょう。これはおへそのだいたい指3本分下のところに手を当ててください。でそのまま軽く下側に押します。後ろですね、背中側に押した状態で息を鼻から大きく吸って吐きます。で吐いた時に円を描くようにマッサージをしていきます。これを30秒の中でできるだけやっていきましょう。それでは直腸 S 状結腸のマッサージに行きます。このおへそ3本分下分のところに手を当てて、そのまま鼻から息を吸います。でふーっとお腹がへっこんだ時から円を描くようにマッサージ、1、2、3、4、5、6、
1、8、9、はい、2セット目いきます。鼻から息吸って、で吐きながらまた10秒マッサージしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、でもう一度最後鼻から息吸って、でふーっと吐きながら10秒マッサージ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、これが最初の直腸 S 状結腸のマッサージになります。次は下行結腸、左の横の部分をマッサージしていきます。この部分に手を当てて、同じように鼻から息を吸って吐いて、で吐きながらマッサージ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、でもう一度鼻から息吸って、でふう吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、もう一度鼻から息吸って、で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、じゃあ次は3つ目、横行結腸のマッサージしていきましょう。横行結腸はちょうどこの溝落ちの下の部分にありますので、この部分に手を当てて鼻から息吸います。でふーっと息を吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、でもう一度鼻から息吸って、で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、もう一度鼻から息吸って、で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、次は上行結腸に行きます。上行結腸はこの右の横側にありますので、ここを同じように鼻から息吸って、で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、もう一度鼻から息吸って、で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後鼻から息吸って、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK です。お疲れ様でした。これで大腸全体のマッサージが終わったと思います。このマッサージ中にお腹がキュルキュル言うよっていう方はですね、結構うまくできていると思います。また最後に余裕があるかなっていうのは、この腹圧っていうのを上げていきたいので、30秒ほど軽めのジャンプをして終わっていただくとより効果的になりますので、ぜひやってみてください。それではやる前にチェックした項目もう一度確認していきましょう。このマッサージをした後、姿勢はどうでしょうか。左右の倒れっていうのをある程度改善させていくことができているのではないでしょうか。また下腹の状態どうでしょう。少し伸びるようなことができているのではないでしょうか。また便どうでしょうか。お腹キュルキュルって言ったりとかですね、あ、動いてるな、ぬくくなってきているなっていうのを確認できるのではないでしょうか。お腹の冷えどうでしょう。少しぬくくなってきているっていうのを確認できるのではないでしょうか。なかなか最近便が出てないよっていう方はですね、お水をコップ1杯飲んで、このセットを
1セットやっていただくだけでもより効果的になりますので、ぜひやってみてください。どうだったでしょうか。今回は腸を揉むだけで勝手に痩せる方法についてお話をしていきました。今あなたがしている行動が無理してないかどうか、継続できるかどうか考えるヒントに僕の動画がなっていれば嬉しいです。またこのチャンネルではたった1週間で痩せる体質を作る具体的な方法や、ゆるくダイエットが習慣になる方法を紹介してます。気になるなっていう方はお見逃しないようにチャンネル登録とベルボタン押しとってください。それではまた、バイバーイ。